どうもどうも、じゃあやりますか。ということでクレイジーな夜更かし。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よし、やりますか。そう。いや、ちょっとね、今日はバタバタしてて、今ツイッターで、告知をしたとこ、ナイトチューブの。いや、ちょっと、あれだね。なんか飲み物をもらってもいいですか。はい、ということで、服の季節感、そう、今日顔、ほんと、お疲れ様です。僕もね、今日は、酔っ払ったよ。顔が幼い。ほんと？てかもう、あれだ、みんなまだ来てないから、俺一人なんだけど、もう安定にお茶で。今日はね、すごい、あれなの、忙しかったです。はい、疲れました。どうしようかな。ちょっと俺一人っていうのをあんま全然想定しなかったからさ。渚と京太郎はね、もう来ると思うよ。今、追っかけますって言ってたから。とりあえずちょっと、あれしましょう。乾杯しましょう。一人、初だよ、むしろ。初なんじゃないかな。疲れ様でーす。誰も乾杯する人いないからね。とりあえず。はい。まあ、違う意味のお茶かと。誰がお茶やねん、4ドルらいお客さん。今日も、キャスやって。いや、キャスじゃないよ。はい、どうしましょう。これ俺さ、本当に一人でやるのマジで初めてなんだけどさ、これ多分一人で俺がやるとさ、完全にあれみたいになっちゃう。まあ安定の、そうだね。じゃあもうあれしよっかな。本当に来ないね。どうしようか。そう。本当のキャスみたいになっちゃうけど。そう、なんかね、すげえ私事なんだけど、なんだっけな、12月のね、十何日かなんかにナイトチューブで、なんかツイキャスのなんか企画に呼ばれたんで出るかも。これってあれっすね、ここでやるんですよね。そう、なんか呼ばれたんで。そう、なんか、他店の人とか、なんか他のツイキャスの人とかも、これ全然お店関係ないから、俺の勝手な告知ね。そう、勝手な告知ね。衣装も誰もいないし、いいでしょ。そうね、ツイキャスと、なんか、なんだっけ、俺もあんま詳しく聞いてないけど、なんか、他の、そう、キャス主とかと、とか、ホストとかと一緒に、一人ホストはできるんだ。俺もいつも一人でやってんだけどね、ツイキャスでね。他、まぁ、ちょっと他店のホスト、名前を出していいか分かんないから、あれだけど、とか、まぁ、ね、ツイキャスの有名な人とかが、さっきと今日いない、は出るっていう話なんだけど。まあ、あれだね、時間とかちょっとまだ分かんないけど、でも最近急に寒いよね、ほんとだね。風邪やばいもん。俺もさ、先週ずっと風邪ひいてて、今日コメントするから、ほんと？やった、俺一人がいいんじゃない？今来るからね、みんなね。さあ、まあでも、あれだね、もう今月も終わりだけど、11月も。ね、12月はクリスマスですよ。コメント回したらありがとう。ちょっとさ、一人しかいないからさ、ちょっと勇気づけて、応援づけて、応援して。そう、クリスマスだね。優雅さん、YouTube ですよ。今日どう？ちょっと白シャツにしたんだけどさ。これね、聞いてよ。このシャツさ、去年買ったの、この白シャツ。で、去年着た時、すごいなんかまだね、ちょっと余裕があったんだけど、今ね、ピッチピチなこれ。今日めっちゃ突っ込まれたお客さんに。そう、やばい。俺ね、ミルク入って2年ぐらい経つんだけど、8キロ太りまして。そう。やばいでしょ。なんかね、2年前のミルク入ったばっかの頃の写真があるんだけど、見たい。これ見れるかな？ミルク入ったばっかの。俺は180センチ、58キロだったの。ね、8キロ太る前。見えるかな？それ、これ見えるかな？そう。頑張ってみよう。こっちか。見える？細くない？そうだね、見える？
これね、そう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 、これね、あれなの、58キロで、8キロ太って今、66みたいな。最近ちょっとでもダイエットして2キロほど痩せたんだけどね。うん、いやこの頃はすごい自分で言うのもあれだけど、スタイル良かったから、だから当時から指名してくれるお客さんとかは、あの俺の後ろ姿を見て、なんか当時のスタイルを良くて指名したのにみたいなのにすごい言われる。うん、今もそう、いやだからそれだけもね、高い金払って申し訳ないなと、せっかく来てくれたのに申し訳ないなと思ってね、いるんだけど、そうそう、スタイル本当にあのね、今ちょうどいい、ちょうどよくないよ、やばいもん、乗っかってるからね、ここそれ見える、 こんだけ掴めるようになっちゃった、見える、これやばい、本当にダイエットしようね。いやさ、なんかいいさ、ダイエット方法教えてよ、一人でコメント、じゃあなんかちょっとみんなとりあえずコメントして、これツイキャスやん完全ツイキャスみたいになってる。うん、そう、スタイルでも大事じゃないの、うん、スタイルも分かんないけど、程よく肉がある方が程よくなのかな、うん結構やばいけど、いちょっと一緒にダイエットしよう、俺と酒、そうそうそう、お酒飲むからってのもそうなんだけど、ガリガリだもんね。いやでもね、ミルク今ダイエットしてるんだけど、俺ね本当に誘惑に弱くて、なんか太った経験がないの今まで、ずっと細かったから、なんか初めて太ったからなんか我慢したことなくて、その食べることとか、普段何を食べてるの俺、いやでも全然食べるよ、コメント読んでる、え結構食べちゃう、本当にニコ動みたいね、ニコ動みたいだよね。だからもう昨日とかはちょっとまたダイエット始めてんだけど、昨日はコンビニで、てかスーパーで鮭を買って、鮭とご飯を一食食べたんだけど、それだけで、そのまま営業仕事行って帰ってきて、そのお腹空いたけど我慢して寝て、で今日優が一人だけど、あそう、そうかもしんないねそうかもしんないね、マジで来ないもん、あれももうあれじゃない、もうそろそろ半分終わんじゃない、これやばい、営業後、いやめっちゃお腹すく、でもう食べないで昨日は寝た。そうそう、ドッキリか、店ぐるでドッキリ、俺はめてどうすんねんいやでもそうな気がしていた、本当に誰も来ないね。まあなんか逆にさ、俺なんか一人の方がいいかもしんない。なんかラーメンはおつ、あー俺でもラーメンはもう半年ぐらい食べないようにしてる、太っちゃうから、そうラーメン食べないようにしてる、うん、糖分一気に上がるぐらい、そう俺もこっち一人の方が逆になんかスタジオ貸してくれてありがとうぐらいの感じで、うん、ラーメンの誘惑半分、いやでもラーメン屋さん多いよね、最近、まあ僕も今26なんだけど、あの竹虎とかが入らなくなってきた、体に、もうなんかね、豚骨とかもきつい、うん、入んないラーメンが、だからちょっと本当食べるとしたら、あの薄い感じの醤油ラーメンとかでもいっぱいいっぱいぐらい、こってり、いやきついきつい、胃もたれする。俺なんか普通ラーメン食って去年ぐらいからかな、今年頭ぐらいから初めてラーメン食って、その後気持ち悪くなって家でなんかうえってやつ仕事はなんか今も食べないけど、前は普通にコンビニで弁当買ったりしてた、うん、豚骨ちょっと食べたくないね、マジで、うん、太っちゃう。でもまあ夏ってか、この前先月か、社員旅行でハワイ行った時とかほんとやばくて、ウルフギャングとかでまあ肉なんか有吉の夏休みとかでやってた肉屋さんに、そうそうそう行った時の、まああれ7人ぐらいで100ドルか10万ぐらいしたのが結構高いんだけど、そこで肉めっちゃ食ったら普通その後めっちゃ気持ち悪くなって、多分みんなどうか分かんないけど、俺はもうずっとその後気持ち悪くて死んでただからこれが年の差なのかなと思って、だからみんな若いじゃん、ミルクの従業員って、俺とかシオンさんとかさぐらいじゃん、年寄りって言ったらね、なんか俺はもうほんときつくて、うん、そうやばかった、うん、旅行行ったら食べたから、そうそうそう、俺は旅行だけで本当に2キロは年寄りなの、いやもう年寄りでしょうん、いやー本当食べれなくなったよ、ありがとう、面白かった、うん、あそうそう来た、来てない来てない、本当にドッキリかもしんないこれ一人だわ、うん、お肉のだ、お肉も本当にダメだね、うん、逆にみんな何歳、あそうだ、ね、ちょっと気になるね、皆さん何歳なんですか、僕のこの僕のじゃねえよ、ツイキャスじゃないな、これ僕の今のこう見てくれてる人たちって、うん、
ミルクで最年長は、まあ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 、あ、まあ、あの辺ですよ。うん。まあでも、シオンさんとかそうだって、僕は3番目ぐらい上から。うん、26。でも26多いよ。俺も、ゆうきさんとかもそうだし、内勤の刹那さんとかもそうだしね。多いです。京太、今日でいるはずの京太郎とかも26だしね。ケンジさんもそうだけど。本当に来ないね。うん。どんだけ遠いね、ミルク。変な、そうそう。京太郎仕掛けに、ああ、立ち悪いわ。立ち悪いわ。そうかもしれない。仕掛けに京太郎かもしれない。うん。ただ、もっと言って、あ、でもそう、だから本当に、いや、26ぐらいになってくると、マジでばらける。なんか、俺、この前、俺、大学行ってたんだけど、なんか大学の同級生の子たちと、夏ぐらいに久々に飲んだの。26歳のメンツで。あ、俺、もう、普通にハゲてるやつがいるよ。もう、デブだったりとか。やばい。26歳で、あ、ほんとほんとほんと、世間で思ってる26歳と、俺らが思ってる26歳違うよ。あのね、なんかもう言われたの。その一緒にいた子たちに、なんか、ほんとに変わらないね、みたいな、って言われたんだけど、君ら変わりすぎだよって。うん。ほんと、じゃあ、いや、ほんと俺変わんないねって言われた。今日初回行った、ありがとう。次回お指名で。いや、でも、いたいた、ハゲで、もうあと、油ちょっとてかもなんか俺大学の頃こいつマジかっこいいなとか思ってたやつがめっちゃ劣化したりとかしててすごい悲しかった。一番デブはてかマジみんなめっちゃ太ってる。お腹もパンパン。スーツからもうこのシャツはち切れそうになった。20本当だよ。マジでマジで26歳なめんな。お前らなめんな。うん、いいもん食べて。いや違うんだよ本当。結構おっさんだよみんな。うん、若ハゲがかわいそうね。若ハゲもだけどもうブクブクになって、だから俺もねもうしょうがないのかなと思って。うん、あ、来た、やっと来た。お、来た来た。ちょっとドッキリかと思ったよ逆に。俺一人しかいないから。俺ハゲるタイプか。いや俺もどうかな、ちょっと怪しいけどね。だいぶデコ広いから。うん、誰来た。きょうちゃん来てる。タイムで、はい、 CMじゃあちょっと一旦 CM 開けたら人増えてるんで、じゃあ CM 行ってください。さあずらり並んだ最強コンテンツ早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ。試した人から面白い。CM 開けて人が増えたし電話一回切ろうか。うん、電話切ろうか。ちょっと寒すぎてコート着るんで。ほら新手のドッキリかと思ったよ俺一人っていう。あれでもドッキリね。そうちょっとあまりにもちょっとね遅れてしまったんで申し訳ない。15分頑張った。でもあとバトンタッチしていい。いやちょっとそれ勘弁してくださいよ。てか今日あれだね、コートかぶったね。いや、かぶったっすね。俺もなんかこれ。でも結構ロングコートなんですよね。そうだね、そう。これ、あれ、ショートというか、普通のやつ。うん。よいしょ。ね。まぁ、あ、ちょっといろいろ遅くなったのはいろいろありました、本当に。いろいろあったよ。みんな飲もうよ、はい。飲もう。あ、いつもじゃもう適当に作るんで。きょうちゃんも。飲むよ。きょうちゃん、久しぶりだよね、YouTube。いやいや、飲むない。飲むない。この前出たっけ。うん。これはためのため京太郎くん。そうだよ、21歳です。そつけ
俺はもう、俺は年齢不詳でそう、さっき26歳ですよ、幅広いでって話をした。京太郎さん、お酒をください。京太郎、頭皮やばいね、うるせえな。京太郎さん、お酒をください。はいよ、頭皮はいいんだよ、最終的に残ったもん勝ちだから。残るかな。俺は残すよいやでもね、もうほらほらほら出てくるよ、26ぐらいになってくると髪に。やばいよ、ほんとこの前お客さんにさ、デコ拾おうみたいな感じでいじられてさ。でも俺もちょっと髪切ったばっかだから、そんな話の話題に入りたくないぶっちゃけ入りたくない、この話題に。髪の話やめよう、今何の話したんすか。26歳っても幅広いね、みたいな。俺だけ割り物少ないわ。そんなことない、そんなことない。じゃあ何、よし、頑張りましょう。いやいや、あー、お疲れ。よし、マジで割り物、年齢はただのだよね。お茶、いいだ、いい、よくないです。今何の話したかの話がちょっと大事なのね。じゃあ新しく違う話をしよう。うん、うん、なってかね、そうそう、ダイエットしようっていう話をしてたんだよ。あ、でもあれだよね、成功したっす。そう、何キロやってたんだっけ。6キロっす。すごい、すごい、ちょっと見習わんとな本当に誰ね、本当にうるせえな。1ヶ月前にダイエットを始めて、その時体重60キロで、うん、それでも軽いけど、ね、始めて、うん、今54キロっす。いや、すごい。え、どうなの、そのガリガリの方がいいの、それは。いや、ガリガリとかじゃないんですよ。なんかその、うん、もう肉がだいぶついたんで、うん、だ顔も痩せたねとか言ってもらえるんですけど。え、じゃあ女の子がラーメン食べたいって言ったら食べに行かないの。確かに。どうすんの。いや、でも基本的にラーメン食べたいっていう女の子は、いないですね。いない、いない。あ、逆にね。あ、いや、俺、きょうちゃんさ、最後にさ、ジロー行ったの、俺、ラーメン最後。我慢してる。本当に、ジロー一緒に俺と行きたい人、これ募集してもらえてくれ。ほんとに。デブカツ、ジロー行こう、一緒に。ほんとに。でも、基本的になんか、その、なんか、ヘルシーなものじゃん。女の子自体もなんか、ヘルシーなもの食べたいみたいな感じが多いから。え、そんな、言っても。どこ食べに行ってるし、女の子とご飯行くのにラーメンってなしですか、皆さん。でも確かに行かないかもしれないな。ちょっと来てよ。お、誰ですか、これアウト、誰ですか、アウト。え、あ、ダメなんです。名前もアウト。あ、ほんと名前もアウト、名前もアウト。一瞬なら大丈夫なんじゃないですか。名前もアウト、一瞬ならいいんじゃないですか。またいい、いいじゃん、いいじゃないですか、またそうそうそう、大丈夫、大丈夫。もう待ってる、もうみんなコメントすごいもん、ほら、すごいよ、はい、もう今もうコメント荒れてます。大丈夫っすよガチ、まあ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 、ガチな顔されても、まあまあ、行きましょう。うん、まあまあ、なんやかんやで、なんやかんやでね、あの最終的にダメだったらしいっす。そう、ここに決定しちゃダメらしいっす。あの、某なん、某役所、あゆゆ、 S モテ、 S モテ、 声はいいんかい。君がいるから、斉藤さんって言われてるよ斉藤さん斉藤さん野球やりたいね、またそういえば最近やってないね。うん、お茶ください。この前そのミルクで野球部ができてさ、お茶ください。久しぶりにそうやったんだけど、お茶、うん、あのお茶だ、出たいなら出てよ、どっちかにして。けんちゃん、あ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 、検索もうみんな気づいたっす。コメント欄もうみんな気づいてるっすよ。もういいでしょ、だって別に。あ、来た。来た。はい、来ました、来ました。お。で、今何の話したかの話じゃん。あれさ、面白いね。いやいや、来た、来てくれます。よいしょー。すいません。かしこまんない。おい、しゃべんな。WTK。WTK。 あのこの間あのコメントの返しが遅いって理由分かりました。下から見るんじゃない、上から見るのね、これ。そうっすね、今え、今更っすか来た来た、ハゲ3人、誰ハゲ3人、ワン、ツー、スリー。おー、違うでしょ、こっちでしょ。いや、多分1番がそこだから。まあ、そうっすね。でも多分いい何の話してたの
いや、何の話してたかも忘れたっすね。邪魔がすごすぎて、ランニングがすごすぎて。マジで。ゴキブリだ。あと何分ある？ゴキブリもうない、そんなに。あと7分で。7分。ちょっと待って。で何の話したのかな、ちょっと聞かせてよ。違う、あれだよ、飯の話したの。あ、そう。男とその普通にラーメン行くのはなしなの、それ。確かに。じゃ聞かせてくれよ。でもなんかね、女の子でも結構行く人は行くよね。俺なんかその一人で吉牛とか、吉牛行っちゃうね、牛丼屋さんとかラーメン屋さん行けないって人ちょっとやだ。いや多いよ。でもな、勇気がないじゃん。男と女また違うじゃないですか。普通に一人で今吉牛なうとかって言ってくれたら嬉しい、俺は。俺でも岐阜にそれを女の子に言われたらってなっちゃう。なんでもうちっちゃいとこだよな。ちっちゃいとこじゃなくて、いや、ラーメン屋一人で行ける女の子ありだよ、マジで。で、一人で行動できる人は好きですけど、たくましさ感じる。なんかその、なんすか、なんて言ってるのか分かんないですけど、うん、何の話。一人でなんか、そう、一人で行ける、一人で行けるラーメン屋に行く女ってどうすか。全然いいじゃん。いいじゃん、むしろ良くないですか。ダメな理由あんの。いや、だってなんか、あ、イメージ、そう、イメージの話してるから。でも自分は女の子とラーメンは、渡辺さん耳出した方がいい。これ一番上が最初でしょ。そう耳出てんじゃねえか、バカ野郎。びっくりしたわ、今。全然いいじゃん。今日コメント多いんじゃない、これ結構。いや、少ない。もっとして。言っとくけどね、前半俺一人で500コメントぐらいまでいったからね。頑張ったでしょ、結構。逆にでしょ、ほら、一人で牛丼のが嫌だ。なるほど。一人で牛丼嫌だってさ。なんかその、いいっすか、行って。持ち帰れないの。渡るさん、おこだよ。行っていいっすか。いや、一個だけな。じゃあ、女の子とラーメン行く、別に全然いいんすけど、まあその、ラーメン行きました。なんなんすかみたいな。何が生まれるのか分からんすけど。渡るさん、一人でどこまで行けるんすか。あ、ご飯。いや、まあ。あ、俺、先週あれ、一人イタリアン行ったよ。おー、最近流行り、ランチはね、立ちながら。なんでもなんか一回一人で行ったら楽なもんよね、うん、俺も一人焼肉とかありますから。あ、一人焼肉。逆に。一人しゃぶしゃぶ行けますか。一人しゃぶしゃぶ、一人しゃぶしゃぶ行けます。基本的にご飯何でも行けません、一人なら。俺何でも行ける。一人鍋行けるもん、俺。一人しゃぶしゃぶまでやったら大丈夫、うん、行ったことある。だってなんか、うん、しゃぶしゃぶとか焼肉って夜じゃん。営業前に行ったっすよ。行かないな。営業前に一人カフェとか行くよね。渡るインパクト、はい、ディープインパクト。いや、競馬の話しないでもらっていいですか。あ、でもその東京だったら一人でどこでも行けるってちょっとわかる。田舎だったら違うじゃん。まあまた、田舎だったらさ、誘えば絶対いるし。一人焼肉とか寂しくないって言うんだったら一緒に来てくださいって感じじゃん、それは。あの、従業員大体嫌いです。競馬やりたいな。鈴くん出して。もうやめたよ。みんな知らないんだね、やっぱ。やめたんだよ。競馬わかんない。誰？絶対俺と仲いい人やん、競馬の話するってことは。でも昨日アメトークで競馬芸人やってましたからね。ちゃんと言ってたね。ちゃんと見たっすよ、俺は。ジャストウェイ。ジャストウェイ一番好き。ユキやろ、お前。ユキって言ってるの、これ。やばい、お腹痛い。この間も落ちたんだから。いやすごい。松江候補、中山の鬼、わかるよ。濃い。何でもわかる。いや、もう隣で統括がはっちゃけすぎて、俺も楽しすぎて顔赤くなったやつ。突っ込まれたっすよ。ご飯行こう。渚、行きましょう。渚、焼酎入れてあげて。はい、まだあるさ。これマジ、マジあと何分なの。30分までですね、多分。ん、違うですね、45分でしたっけ。45分までですね。お姉さん何分ですか。滝歌が1分半。やばいね。1分半で乾杯するっていう。これ、え？あれ？お茶？あ、そっち。ゆつくんは知らねえ、バカ。お前、察してんな、お前。ほら、あと1000まで、あともうちょいだから頑張ろう。そう、竹豊好き。アクションすご。渡るさん、すぐ怒り笑。ディープインパクターもいなくなっちゃったの？ん？ディープインパクターもいないんすか？もう競馬の話やめよう。絶対ゆうきさん、絶対ゆうきさんですよ、ほとんど。1分前。渡るさん好きな芸能人は一個一個答えてるんですか。多分あんま皆さん知らないんじゃない。鈴木千奈美が一番好きです。え、誰ですか。女優じゃない。スキャンダルが出てる。芸人。え、それ芸人じゃないよね、今。
なんでタメ語なの？すいませんガチなんだよ。俺が怒ってるみたいな。女優さん、俺が好きな女優はあれ、バズ公演な。え、言いたい言いたい言いたい。誰ですか？鈴木ちなみ。違います。違います。松雪泰子。誰？いやそんな、いやそれは誰はないな。え、本当に分かんないです。え、松雪泰子知らないってやばいよね。松雪泰子ね。松島奈々子しか知らないです。僕背が高い人が好きです。はい、七尾。え、終わるの？これちょっとモデル？でもガッキーの方がいいですね。ガッキーか京太郎。滑ってるよ。バイバイ、はい、これでも絶対それ自分です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。